聞いてないよ。ダチョウクラブの上島竜兵さん。その予期せぬ結末を、誰が信じることができたでしょうか。2022年5月11日のことでした。享年61歳。上島さんのことを心から忍びつつ、その壮絶な生い立ちや経歴、子供を作らなかったある理由、有吉弘行さんとの特別な関係について、お話をしていきたいと思います。ダチョウ倶楽部の上島竜兵さん。訴えてやる。クルリンパのギャグや、出川哲朗さんと芸能界のツートップと言われる、お約束のリアクション芸の大御所で、熱湯風呂、熱々おでんやキス芸は、分かってても笑っちゃいますよね。憎みないほんわかしたキャラは、誰からも愛されていましたね。しかし、その生い立ちは壮絶なものでした。1961年1月20日に兵庫県丹波市に生まれた上島さん。身長162センチ、血液型は AB 型。意外にも関西の方だったんですね。家族は、両親と弟との4人家族で。父親は、住宅設備のメーカーに勤務する。映画好きな普通のサラリーマンでした。生活は楽ではなかったそうですが、父親は酒癖や女癖も悪かったため、母親はとても苦しんでいたと言っています。実は、上島家は神戸で4度も引っ越していて、文化住宅の抽選に当選するたびに、引っ越していたそうです。小学校時代は野球少年だった上島さんでしたが、中学校ではいじめられることも多く、当時のことを本人は、誰かと遊ぶにも強いものに取り入って、遊んでもらうタイプ。そこは今も変わらない。そんな自虐とともに振り返っています。休みには、よく300円3本立ての映画館で過ごしていたとか、高校では帰宅部でバイトに明け暮れて、東京で俳優になるための資金を貯めていたそうです。進路指導でも役者になりたいと言って、母親も応援してくれていたようですが、高校卒業後は一転して、父親の勧めで、経理の専門学校に入学したものの、次第に足が遠のいて、バイトに明け暮れ、ついに上京して、青年座の養成所に入った上島さん。しかし、ちょうど1年が経った頃に、突然、不運に見舞われたのです。母親が癌になってしまったことで、断念して帰郷することになったのです。しかし、1年後に再び上京して、今度はテアトルエコーに入った上島さん。一人暮らしの寂しさを紛らわすために、近くの屋台のおでん屋に入って、俺、神戸から来たんだけど、おばちゃんはどこ?と唐突に聞いた上島さんに、おばちゃんは、なんであんたに教えなきゃなんないの?とぶち切れられて、寂しく帰ったこともあったんだとか。あの、熱々おでんの背景には、こんな痛い思い出があったんですね。ちょうど1年が経った頃、またしても不運が襲います。脱サラして起業していた父親が、なんと自己破産したというのです。一家は、千葉県にアパートを借りて移り住み、母親はパートに出て、二つ年下の弟さんは、大学を休学してまで働いたのですが、父親は働けず引きこもっていたそうです。上島さんも、配膳係のアルバイトをしながら、俳優を目指して家族を支えていたそうです。でも、辛いなんて思ったことはないんだとか、そんな過去があったなんて、あの笑顔からは想像できませんが、誰も傷つけることのない親しみやすい芸風は、この経験があったからかもしれませんね。他に、上島さんの家族の情報は、唯一、1994年に結婚された奥さんの、広川光さんだけでした。結婚28年目を迎えた夫婦には、子供がいないのだと言います。芸能界でもおしどり夫婦で有名でしたから、何か、事情や理由があったのか、気になって、さらに調べてみることに。広川光さん、1988年にモノマネタレントとして、
芸能界デビューしています。二人は上島竜兵さんが33歳、広川さんは24歳の時に3年半の交際を経て結婚しています。仲は悪くないはずなのに子供がいない理由は何でしょう。理由は2つあると言われていて、1つは上島さんの芸風だったとも。いじられキャラで汚れキャラの上島さん、それが原因で子供がいじめに遭うことを心配してではないかと言われています。どうしてそう思ったのかというと、同じダチョウ倶楽部の肥後さんの子供が芸人の子供であることが原因で、実際にいじめにあっていたそうです。それを聞いていたから子供を作らなかったのでは、そう言われています。二つ目は広川ひかるさんの不倫疑惑で、志村けんさんの愛弟子の河北へゲソ太郎さんと広川さんがしょっちゅう密会している、そういった噂が立ったことがあったのですが、仲良しでも毎日会うのはおかしい。ゲソ太郎と会うときはミニスカート、お出かけの理由が同窓会、しかも月一と肥後さんがネタとして追求したりしましたが、どうやら真相は本当に仲が良かっただけらしく、コロナ禍で竜兵会の集まりもなく夫婦二人の時間も多かった上島夫妻はとてもその時間を楽しんでいたそうですから、子供がいないのは不仲だからというのはどうやらガセのようです。でももしお子さんができていれば、今回のこともまた違ってたかもしれないと思うと複雑な気持ちになってしまいます。奥さんの広川さんの現在が心配されますが、それともう一人、芸能界きっての毒舌キャラで最も尊敬する先輩が上島さんだという有吉弘行さんのことも心配です。なぜかというと、実は90年代後半、有吉さんは人気番組のすすめ電波少年のヒッチハイク企画で一躍ブレイクした猿岩石というコンビの一人でしたが、旬が過ぎると仕事はゼロに、およそ7年も無職同然だったといいます。その時に支えてくれたのが事務所の先輩のダチョウ倶楽部の上島さんだったのです。一時は心まで病んでしまい引きこもりがちになった有吉さんを竜兵会の集まりという理由で外出させ、帰りにタクシー代としてお手当を渡していたそうです。聞くところによると、当時月給30万円でお抱え運転手兼弟子にしようと本気で考えた時期もあった上島さん、お前は絶対面白いから大丈夫、そう言って月々のお手当を渡して有吉さんを支え続けたそうです。これで納得ですね。あの有吉さんが頭の上がらない理由、有吉さんの以前のツイートで、大した理由もないけど尊敬してる、理屈こね回して理由探すもんじゃない、うまいこと言うな、言葉じゃないってことですよね。見返りを求めたあざとい気持ちじゃないわけです。聞いたこともあるでしょうが、上島さんの元に集まる竜兵会という会があって、その会のメンバーがマジで豪華な顔ぶれで、ダチョウの上島さんと肥後さん、それに有吉さん、土田照之さん、劇団ひとりさん、カンニング竹山さん、デンジャラスさんらのそうそうたるメンバー、最初はみんな売れてない若手芸人だったそうで、上島さんはこのメンバーから太陽様と呼ばれていたそう。とにかく嘘か本当かわからない伝説も数多く、上島さんが珍しく超真面目にお笑いを語ろうとしたら、2回連続で店のブレーカーが落ちたとか、バラエティ番組で披露するために面白画像を写メで撮ろうとした瞬間に出会い系メールが届いたとか、ボトルキープしている焼酎の中身を有吉さんが水に変えて水で水を割った、謎のドリンクを出していたにもかかわらず、2時間後にはベロベロに酔っ払っていたとか、ほっこりしてしまいますよね。いわば上島さんは有吉さんの一生の恩人、
上島さんが老後、仕事がなくなっても面倒を見ようと30代の頃から上島貯金を積み立てているとか、キャラがキャラだけに人前で泣くことがない有吉さんですが、涙をこぼすのは上島さんの葬式だけ。そうツイートしたこともあるほどで、上島さんの悪口を聞いたらスイッチが入るほど上島愛と深い絆があるのだとか、本当に困っている時に助けてくれる人って忘れないし大事ですよね。そんな恩人がいなくなって有吉さんのことが心配されていますが、その当日も2本のバラエティ番組の収録で有吉さんは憔悴しきっていたそうですが、それでも自分を助けてくれた上島さんに恥じないようにといつも通り頑張っていたその姿にスタッフ一同涙が溢れたのだそうです。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？志村けんさんやビートたけしさんにも愛された究極の愛されキャラの上島竜兵さん、何人もの人々を笑わせて和ませてきた、その体を張った芸風は永遠に記憶から消えることはないでしょう。今までありがとうございました。ゆっくりお休みください。合唱。